はい、皆さんこんにちは、たかゆきです。今日はですね、また荷物が届きましたので、動画にて開封していきたいと思います。レターパックプラスですね、これなんか分厚いんだよね。なんだろうね、本かな、雑誌かな。おい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 、誰かエロ本送ってきたんじゃねえだろうな。また気違いアンチども、おい、ちょっと開けてってみるわ。エロ本は NG だからね。エロ本は YouTube バンされちゃうから、みんな絶対にエロ本とかエロ DVD 送ってこないでね。フリじゃないよ。フリじゃないからね。送ってくるんだったら、上原愛さんのにしてね。うん。じゃん。ああ、なんだ、え？エロ本と正反対やないか。経済雑誌やないか。北海道経済。12月号。財界札幌。これ見たことあるけど、めっちゃマニアックな、この北海道の政界の雑誌だよね、これね。いやー、これありがとう。誰かなと思ったら、この方、プーさんですね。いつもね、応援していただいてる、私のね、大事なリスナーさん、プーさんでございます。旭川にね、在住の方ですね。まあ、ちょっと YouTube でね、これ、中見せらんないんだけども、あんまりね。あ、でもカラーなんだね。カラーも結構あるんだね。あ、なるほど。誰が載ってるのかな。北海道のいろんな会社の社長さんのインタビューとかをしていますね。読んでいくと、旭川のね、深い部分も見えてくるかもしれませんね。勉強させていただきます。プーさん、ありがとうございます。これ、ここ見ていただくとね。サーヤさんいじめ問題、道と旭川市に、ほころびって書いてありますね。これ、旭川いじめ事件って書かずに、サーヤさんいじめ問題って書いている、ちょっと表記は珍しいですよね。この内容なんですけども、サーヤさんいじめ問題、行政に意外なほころび、ということで、これはね、その旭川いじめ事件時の旭川市教育委員会と同教育委員会の、まあ、関係についてほころびがあるのではないかというような記事ですね。ちょっとね、抜粋して読み上げます、引用します。旭川市内の公園で昨年3月凍死体で見つかった私立中学2年の広瀬さやさん、当時14歳がいじめを受けていたとされる問題で、いじめと認知し対応を促す同教員の指導があったにもかかわらず、かたくなに方針を変えず、ある意味ほったらかしにしたと、旭川市教育委員会は厳しい批判を一方的に浴びている。だが同教員市教委官の行政事務に意外なほころびが生じていたという題名になっているんですが、市教育委員会によると、今事案で同教委から来訪の事前通知があったと記憶していないというと、一般職員が一人で突然来て、市教委も一般職員が個室で1対1の対応をした、突然来たっていうことですね。同教委職員が帰った後、市教育委員会職員は来訪の趣旨を管理職に伝えた。サヤさんが安心して学校生活を送ることができるよう保護者と連携するようにということだったので、このタイミングでこのような指導かと感じた。当事者のお子さんは2学期に入り転校した。それから2ヶ月経っていて、何か新しいことがあったわけでもない。転校して2ヶ月経った後に、同教委職員が市教委職員を訪ねていたと。もう一歩進んだ確認をしていなかったすべきであったなと思います、というふうにね、市教委は答えたそうです。市教委は続ける。我々の反省点としては、来訪した一般職員が帰った後、先方の管理職の方にどういう趣旨での指導だったのか確認すべきであったと思っています。指導内容に違和感を感じてましたから。同教委は旭川市教委が
いじめの認知に至っていないことであったため生じたのではないかとの認識を示すということで、これはね、どっちも責任逃れですね。これね、旭川市教委も北海道教育委員会もどちらも責任逃れして罪のなすりつけ合いをしているだけかと思います。どちらかがしっかりしていればね、流れは変わっていたはずなんですよ。さやさんは救われたはずなんですよ。まあ、現在ね、新しい第三者委員会で市とね、いじめとの因果関係について調べるって言ってますけども、市教委、北海道教委、どちらかしっかり対応していればさやさんがね、死に至るなんていうことはなかったんですよ。じゃあね、いじめられてる子供たちは世の中にたくさんいます。全国のね、市町村で子供に向き合い、早い段階での対応、心のケアをお願いしたいと思います。本日はね、プーさんから送っていただいた北海道のね、雑誌に載っている記事についてご紹介させていただきました。ではね、また次回お会いしましょう。じゃあね。そうか、ごめんね。隣になった事件ってご存知ですか？